の勝利だ。Thank you.
上出来だ。これが仙台勇者ちゃんが手に入れてた鉱石なのかしら。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。カミちゃん、どうしたの。すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。なんと、オリハルコンじゃと。わしも文献で目にしたことはあるが、この鉱石がそうじゃというのか。間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、そうか、それが勇者の剣か。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあ、次の場所に向かおうぜ。
おや、お二人とも、わしに何かご用ですか？サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか？ファリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。父上、いいんですか？これって来年のファーリス祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。あ、バカも、黙っておれ。ガイアのハンマーは父祖の時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王退治の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。
何が。マグマから火事場が現れるなんて、この火事場こそ先代勇者ちゃんたちが剣を打っていた場所に違いないわ。よしやろうぜ。魔王のやつをぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。よっと、次は俺の番だぜ。なあ中身ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、あたしたちにも手伝わせてほしいの。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない、私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。私たちの力もお使いください。お前のおかげで俺は贖罪を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。あなたに見せてあげる、世界を救いみんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテイメント。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。はっ！騎士として俺は誓う、たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで、私は勇者様と一緒に戦います。
これで完成なのか。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか。さあ手に取ってみろよ。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。なあ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。